こんにちは宝木美穂ですこの度心を動かす朗読個人レッスンと朗読ワークショップをスタートします個人レッスンはすでに人前で朗読や読み聞かせをしている方もしくは興味があって本気でやってみたいと思う方限定のレッスンとなります朗読ワークショップは初心者でもどなたでも参加 OK 5人までの限定募集で毎月開催します スタートにあたり、朗読について私が思うことをお話ししていきます。興味のある方は最後までお付き合いください。私は特別に、いわゆる上手な朗読をするわけではありません。上手というのは、まずは滑舌や発音など、技術的に上手ということが挙げられると思います。朗読というのは、文章を聞いている人に音だけで伝えるものなので、 もちろん技術が必要なのですが、私は技術自体は聞いている方が引っかからない程度でいいと考えています。むしろ技術がありすぎると、聞いている人が引っかかってしまうこともあるかなと思います。決して否定しているわけではないのですが、例えばアナウンサーの朗読。ニュースを読むのが仕事のアナウンサーさんは間違いが伝わってはいけないので、 正しい日本語を話されますただ時にクリアすぎてそれが書いて朗読としては聞いていて引っかかってしまうこともあります。また普段なるべく感情を乗せない客観的な読み方を心がけているのもあり無機質な朗読にになるる方もいるように感じます朗読を聞いた時に「あこの方はアナウンサーだな」と分かってしまうような感じですね。 他には声優さんの朗読。声優さんは声で表現をするお仕事なので本人のもともとの地声ではなくて作った声というのが、まあ、魅力なんですがその声がかえって前面に立ちす声が前面に立ちぎると代わりにですね文章の意味とか内容が入ってこないということもあるんですね。 そして役者さんの朗読一概には言えないんですけれども特に会話の時など役者さんは役に入り込みすぎたり感情が入りすぎて一人芝居に近くなる方もいますで私自身は朗読の会話と一人芝居の会話はちょっと別物かなと捉えているんですけれどもそれぞれの良さがあるんですが。 役者さんの朗読という場合はですね本人の味のある朗読というときはお客様がそれを望んでいるならばもちろんそれが素晴らしい朗読になります素敵な朗読される役者さんはもうたくさんいらっしゃいますただその書いてある物語を目の前の人に届けるという意味ではなるだけ余計なものは極力つけないことが結局一番伝わることになる時があるなと思うんですね 先ほども言いました、その少し客観的すぎると伝わらない時があるというお話もありました。入り込みすぎても伝わらない時もある。その真ん中をやっていくのが朗読なのかなと思ったりします。私は過去にですね一度だけ朗読を先生に教わったことがあります。私はその先生が教えてくれたことをいつも心がけているんですね。 それというのは、朗読をするときは水道管になるのよというものなんです。ただただ書いてあるものを自分の中を通すだけ。何も足さない、何もつけない。ただこの何もつけないというのはですね、実は一番怖いことでもありますね。人は素を見せるというのが怖いんですね。なので、 こう演技をしたり何かを付け足したり声色を変えたりとかっていうことをすると意外と本当の自分は見せなくて済むということがあるんですね。そんな理由で演技過多になる人も多いと感じてきましたまた何も付けないというのは慣れないうちというのはやった気がしないんですよね。えー長年 こう朗読をしてきた方など、まあ聞いた時にちょっと癖があるなと思って、それをこう取り取るとしますよね。そうすると聞いてる方は聞きやすいんですけれども、本人は読んだような気がしなかったりして、ちょっと気持ち悪いかもしれません。初めて朗読をされる方などは、小学校の時の音読の授業のような独特な節をつけてしまう方も多くいらっしゃいます。 節をつけけるるとまたそれも読んだ気がするわけですわでね。なのでなるべくフラットで何もつけないというのは初めのうちはですねなんかこうつかみどころがないようなやったことがやった気がしないような読んだ気がしないようなそんな気がするかもしれないです。でもそれぐらいでいいんですよっていうことを伝えていくと慣れてくるとあのだんだんこう分かってくるわけですね。そしてて聞いてる方は、 格段に聞きやすくなりますこの何もつけないというお話をもう少し深掘りしていきます何もつけないとやった気がしないというお話の裏には自分らしさを出さなきゃ自分らしい朗読をしなきゃという思いが隠れていることもあります人とは違う味のある朗読がしたくて独特な節をつけるというようなことですねつまり 何かをつけないと、個性的ではないと不安なわけです。ところが、不思議なことに、ただただ水を通す水道管のようでいて、私たちは実際には水道管ではなく、心のある、しかもいろいろな経験をしてきた人間です。一人も同じ道を歩いた人はいません。ですから、私自身が読む以上、意識では何もつけなくても必ず私らしい朗読 になるんで,すね、ではなぜ個性的にしなくても個性的な私らしい朗読になるのでしょうかその理由は自分の心が動いいたことしかか相手には伝わらないからなです。同じ作品でもその人の生きてきた人生経験によって何が心に響くかは違ってきます。 大きな心の動きだけではなくて細かいところまで含めると本当に同じ人っていうのは全く一人もいませんですから自分の心の動きに忠実でいられると必ずその人だけの朗読になり説得力が全く違ってきますただ余計なものをつけてしまうとそれが消えてしまうんですね なので、朗読をする時というのはまずは自分が読んで感動したものを読むことが大事だということと常に読む時に新鮮にその場で本当に感動すること心を動かすことそして生き生きと自分の中で情景を思い浮かべることこんなことが大事になってくると思います。こうやって毎回その場で感動できるのが朗読です。 読んでいるきにそこにはいないはずの作者とまたはすでにこの世にいない作者とすら会話しているような気持ちになったり毎回新しい発見があったりしますつまり私が掲げている「心を動かす朗読」というのは実は自分の心を動かす朗読ということなんです。自分のの心がが、動いたものだけが 目の前の人に伝わりますもし伝わらないとしたらそれは自分の心は実は動いていないからかもしれません自分の心を動かすためには常にその心のみずみずしさが必要になりますこれが最も難しいことなのかもしれませんねまた朗読をすると自分のコミュニケーションの形が見えたりもします 語尾が消えてしまう。朗読の仕方をする。読み方をする人は結論をはっきり言わない方かもしれません。最後を投げ捨てるように、朗読する方は丁寧に伝える努力をすることが必要かもしれません。朗読は他人に自分の言葉を伝える練習になるんです。そして、それはそのまま人間関係の改善にもつながります。 さらに近年は、一人暮らしで会話が少ない方も多くなりました。会話が少ないと舌や口の周りの筋肉が衰えて、高齢者の方に多い、演言につながる可能性もあります。かといって、一人ごとを、ね、言い続けるわけにもいかないですし、相手がいないと会話はできませんよね。もちろん歌などもいいわけですけれども、苦手な方もいらっしゃいますね。 そんな時に誰でもできる朗読を練習するのは、本当に筋力トレーニングにもなります。練習しているので、練習なのでね、いくらしていても変でもありませんしね。私が多くの方に朗読を勧めたいと思っているのは、こんな理由もあります。最後になりますが、ライアのレッスン動画でもお話ししている通り、 私はですね、長年カウンセラーや、まあ、演出をしてきたということもあってその方のどこが魅力なのかを見つけたり引き出すことも得意なんですね。朗読をししてていて少し行き詰また朗読に興味がある何かやってみたいという方はグループで受けたい方は月1回の朗読ワークショップにお越しください。 説明欄に詳細と申し込みフォームのリンクを貼っておきますので、見ていただけたらと思います。最後までご清聴いただきありがとうございました。よかったら一緒に朗読を始めてみましょう。